福岡株式会社は、福岡県北九州市八幡東区で、ケーブルカーなどを運営している会社である。1982年からは、北九州市100%出資で、本社は、北九州市八幡東区大和小倉1481の位置にある。八幡市の市政40周年の記念事業の一つとして、自然と夜景が楽しめる皿、 倉山山町への交通手段の提供を目的に、1957年3月1日に、八幡製鉄や西日本鉄道などの地元に、関連する民間企業と八幡市が共同で、帆柱ケーブル株式会社を設立したのが、始まりである。同年11月12日にケーブル化を改良し、当初は年間約50万人が利用していた。1982年に、 北九州市の100%出資となり、北九州博覧祭2001の開催に合わせて2001年に新車両が導入された。開業から約58年間、小柱ケーブルとして営業を続けてきたが、観光客などから皿倉山に登るのかがわからないとの声があったことや、電線会社やケーブルテレビ局に間違われることなどもあった。そのため、社名を サラソウ登山鉄道株式会社に2015年4月1日付で変更した。同日付でケーブルカーの路線名もサラクラ山ケーブルカーに変更している。ケーブルカーの利用者数は開業当初の年間約50万人から減少しており約20万人となっている。なお、2014年3月期で工作鉄道事業が約9437万円で年間売り上げの 約67.4%を占める主力事業となっている。以下の乗り物を運営している。ありがとうございます。